ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バゴシンです。ぜひこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。小豆島編第3話お届けしたいと思います。現在地は小豆島の中で超有名な場所、約束の丘展望台にいます。ここから見えるエンジェルロード、素晴らしいビュースポットとして有名です。今回小豆島観光第2弾ということで、今からレンタルバイクをお借りしてもっと広い範囲で小豆島を観光しようと思います。ぜひ最後まで見てください。風が強くなってきたんで、早速今回の小豆島散策始めたいと思います。バイク屋さんが営業を始めると思うんで、今から行ってみます。バイク屋さんはこのすぐ近くにあります。小豆島安全レンタカーさんで無事に 50cc バイクお借りできました。ガソリン代、ヘルメット代、もろもろ込みで3500円、超安いと思います。それでは 50cc バイクに乗って小豆島観光を始めたいと思います。イエーイ。樹齢千年のオリーブの木の近くまで来ました。ここがその駐車場です。駐車スペースがあるなんてありがたいですよね。今工事してるみたいなんですけど、あんな感じで、あの建物の向こう側にその樹齢千年のオリーブの木あるみたいです。歩いて数分で実物は見れると思います。オリーブの木見つけました。これです。樹齢千年のオリーブの大樹見ていただいてます。ちょうど12年前、2011年にスペインのアンダルシア地方からはるばる1万キロ海を旅して植樹されたみたいなんです。本当に歴史とかいろんなものを感じさせる木ですよね。テラスみたいなところがあって、これをお見せしたいなと思います。すんごいいい眺め。今ダブルカメラ使ってお見せしてるんですけど、ものすごいいい眺めですよ。前回の配信で足を運んだエンジェルロードがあんなにもちっちゃく見えるんです。ちっちゃく見えますけど非常に綺麗です。この開けた場所最高です。そろそろ次の場所に移動したいと思います。ここが小豆島オリーブ園です。ここにギリシャ風車とか魔女の宅急便のロケ地になった場所だったり、エモい場所がいっぱいあるらしいので、小豆島オリーブ園の散策始めたいと思います。で、目の前にオリーブ園の地図があるんで、こちらですね。現金な話になっちゃうんですけど、ここ誰でも入園無料で出入りできるのがびっくりして、しかもなかなかに見晴らしいいんだ。この先はオリーブの森らしいです。本当に幻想的な風景の中にいます。オリーブの木々がまるでトンネルのようになっていて、これが日本最古のオリーブの原木みたいです。1908年に最初に導入されたオリーブの樹木、その木から挿し木した2世の木にあたるのがこのオリーブの原木なんだそうです。この先にギリシャ風車あるそうなんで、てかもう見えてる。いっぱい人がいる。
これがギリシャ風車です。下の方までお見せすることはちょっと無理です。たくさんの方が魔女の宅急便に出てくるほうき使って思い出作りに励んでおられるので、その邪魔をするわけにはいきません。この光景だけでも記録映像に撮っておきたいと思います。絵の部分しか映ってませんが、ほうき手にしてみたんですけど、和服ですし魔女にはなれないので、雰囲気だけということで。若干しょっぱい絵をお見せしました。どうも失礼いたしました。こちら昭和天皇のお手巻きのオリーブなんだそうです。若干急な斜面を歩いております。地図を見た限りではこの先に魔女の宅急便のロケセットが残ってるらしいんです。案内標識ありました。こんな感じでこの先です。ハーブガーデンもあります。あ、これなのかな。結構狭かった。こっちが魔女の宅急便のロケセットの方です。色とりどりの花が出迎えてくれてます。この建物みたいです。何も食べてないんで、オリーブ園さんのレストランで何か食べて帰ろうと思います。撮影の許可をいただけるかどうか。オリーブの丘降りたいと思います。小豆島オリーブ園さんのレストラン来ました。どんなのがあるかな。メニューこんな感じのようですね。このもろみ味噌とたっぷり野菜の塩だん気になるな。いただいていきましょうか。こちらのテラス席使わせていただけることになりました。ここだったら多分どなたの迷惑にもならないと思います。もだもだしているうちにひしおどん来てしまいました。撮影許可いただいたレストランさんに感謝していただきます。これがひしおどんです。お店の方からひしうどんを食べるにあたって注意事項ありましたんで、初めて食べるんで間違ったことをしてる箇所もあるかもしれません。まあそこは穏便にご容赦いただきつつ、もう一度登場ひしうどんなんですが、ここにオリーブオイルがあるんです。このオリーブオイルをひしうどんに 2,3 回ほどかけます。次はこの包装オリーブ園を、野菜には何の味もついてないそうなんで、こうやってかけて、こんな感じだそうです。ちょっと米皮が硬いんですけど、オリーブオイルとオリーブ包装塩が混ざることで、ちょっと独特なふわーっとした旨味感じますね。野菜がたっぷり入ってるからヘルシーで、日頃野菜不足の僕には非常にありがたいメニューですね。うまい。こちらのあったかいそうめん食べてみますね。
オリーブオイルの味でさらに良くなってる。これはうまいわ。綺麗に食べ終わりました。感謝の気持ちを込めてごちそうさまでした。レストレアさんで美味しいひしお丼をいただいてきました。もう一品欲しいところですね。今度は甘いもの大丈夫です。ここに来る前に見つけてきました。これが小豆島オリーブ園さんの売店横のカフェで売っているオリーブソフトクリームだそうです。300円でした。このままパクッといってみます。確かに抹茶のような味がして、なおかつ軽い口当たり、これはハマりますよ。最後にオリーブビーチを訪ねて 50cc バイクに乗って始めた今回の小豆島観光第2弾締めくくりたいと思います。天気が良くないとはいえ、いい海が広がってますね。ここはオリーブビーチです。石のモニュメントはビーチの手前側にあって、観光名所としては最高のロケーションを演出してくれてる気はします。で、あともう一つお伝えしておくと、対岸の方に24の瞳映画村あるんです。向こうに桟橋があって、映画村と岬の文教場で通常1000円なんですけれど、渡し船もセットにしたチケットが1700円でして、ここ小豆島の観光協会さんなんですが、ここで入るみたいなんですが、今渡し船運休中みたいですね。本当行きたかったんですけど、お天気の方もだいぶ怪しくなってきました。残念ながらタイムアップです。そろそろ引き上げた方が良さそうです。どうだったでしょうか。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。必ずしもご満足いただけるような内容ではなかったと思います。僕も今回の作品に関しては悔しさの残る旅になってしまったので、また来れるか分かりませんが、チャンスを作って今回足を運べなかったところへ足を運んで、小豆島のこんな魅力見つけてきましたよとご報告ができるような形で再訪問をしたいと思います。次回の小豆島編第4話なんですけれども、今度は小豆島を離れて香川県高松市に向かいます。ぜひ楽しみにしていてください。それではオリーブビーチをバックに一旦ここでお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。